ようこそ、ベルベットルームへ。Thank you.
ペルソナ。やあ、誰かこいつをお願い。おいや、敵残り3体踏ん張りどころよ。はい、やあ、倒せないか。ペルソナ、先輩が鮮やかに敵を撃破。しぶとい。がいるよ。先輩、かっこいいぞ。立てる？乗ってるね。ほいや。
よ、逃がさないで。チャンス、私に任せ。行くよ。やだ。よし、せーの、消えてしまいなさい。敵三体の増援よ、頑張って。
シャドウか。
シャドウ発見、準備はいい？あんま見ないやつよ、逃がさないで。いけ、アク、誰かこいつをお願い。おいや、倒せない。クマ、残り2体負けるな。毒を受けてるよ。やっ、誰かこいつをお願い。シエ先輩、誰か回復してあげて。ありがとう。残り2体、油断しないで。気を撃破。先輩その調子。はい、先輩は毒を受けてるよ。はぁ、必殺。ガラクマ、ラスト1体、いけ。ペルソナ、シエ先輩が毒を受けてるよ。はい、敵は1体です。私の勝ちでございます。おめでとう。イエイ、レベルアップ。レベルアップしてくま。この向かいが残ってくる。レベルアップ。
属性はダメだよ。はぁ、必殺いや、やっちゃえ。知恵戦だろ。いやだ、しぶとい。うやっ、我は何時、はい、はいざゆきこ先輩、チョキ必殺、必殺、私の勝ちでございます。
たい。仕留める子だ。先輩の体力が、誰か回復お願い。はい、はい、いや時間、回復。先輩、いいよ。倒せない。敵3体、頑張って。こいつをお願い。あ、敵が立ち直った。早くやっつけて。やらせな。イエイ、先輩乗ってるね。僕のために争っちゃダメだよ。やったね先輩、レベルアップしたぞよ。クマ、大人の階段に登った。レベルアップ。階段ね、早く行きましょう。てめえが久保か。やろう。歯食いしばれ。待て幹事、なんか様子がおかしい。どいつもこいつも気に食わないんだよ。だからやったんだ、この俺が。どうだ、なんとか言えよ。たった二人じゃ誰も俺を見ようとしない。だから三人目をやってやった。俺が殺してやったんだ。なんで黙ってんだよ。何も感じないから。何言ってんだ、意味わかんねえよてめえ。何よ、どっちがシャドウ。僕には何もない。僕は無だ。そして君は僕だ。なんだよ、なんだよそれ。俺は
俺は無なんかじゃ。いけない、このままじゃ。なんだお前ら、どうやってここへ。くそ、誰なんだよ。こんなとこで何やってんだよ。うるせえ、てめえを追ってきたに決まってんだろうが。あんたが犯人なの。そうだよ、決まってんだろ。俺が全部やったんだよ。偽物が何言おうか知るかよ。そうだ、お前なんか関係ない。俺の前から消え失せろ。お前らもだ。こんなところまで追いかけてきやがって。お前らも殺してやる、まとめて殺してやる。俺はできる、俺はできるんだからな。認めないんだ僕。うなんだこれ。くそ、結局こうなんのかよ。みんな頑張って、こいつ倒せば事件解決は目の前よ。僕の影、おいでよ。空っぽを終わりにしてあげる。なんかギザギザガビガビしてるくだ。おいで、さあ。外側を崩さないと本体には攻撃できないみたい。強い相手だよ。あれば何時、はい。
がらなくていいよ。あの殻の完成までには時間がかかるみたいだね。完成するまでに壊しちゃう。ペルソナ！ここにいる証拠が欲しいんだ。だから君らを殺さなきゃ。ピンチ！力強くお願い！ガラクマー！
わればなんじゃ。はい。気がついたか？たく、手間かけさせやがって。なんだこれ、お前ら、お前ら一体何なんだよ。俺の話。警察がお前を追ってる、モロキン殺しの犯人。それから前の2件もお前だろうってな。お前が全ての事件の犯人なのか？全ての事件、全て俺。そうだよ、俺だよ。ちくしょう、こんなクソ野郎に。諸岡の野郎だけじゃない。頭悪そうな女子アナも、小西とかいう女も、全部俺がやったんだよ。俺が全部だ。消えた？どういうこと？消えた？化け物め、消えやがった！ざまあ見ろ、ちくしょう！おい！かなり消耗してる。とにかく、早くこっから出さないと。ここ。なんで、な、どこ、なんなんだ、お前ら、やめろ、なんで、テレビが、え、ちょっと、いろいろあって混乱してるみたいだね。
けど聞きたいこと山ほどあるかな。まずどうしてこんなことをしたくな。さっさとハキハキ答えちゃい。なんだお前、キングルミかそれ。バカじゃねえの。キモい。キモい。うがー、ちょっと下がってろ、余計混乱する。しつけんだよ、何度もそう言ってんだろ。なんでこんなことしたの。人を三人も殺そうなんて。町の騒ぎ見たろ、大騒ぎだ。俺がやってやったんだ、全部一人でな。目立ちたかったってことなのか。私や他の人を狙ったのはどうして、どうやってさらったの。だよ、見たことあんなと思ったら。お前ユキコじゃん。今さら俺と話したいとか。ありえねえよ、今さら。答えて、私のこと恨んでたならそれでいいけど、他の人はどうしてなの。笑える、すげえ必死になってんの。誰だってよかったんだよ。どいつもこいつもムカつくやつばっかだ。誰でもいい、本当にそんなことで選んでたのかよ。こんなやつに、こんなやつに先輩が。てめえ覚悟はできてんだろうな。何？俺を殺そうっての？あ、カジ君！殺すだ？クソが！思いやがんじゃねえ！てめえは取り返しがつかねえことをしたんだよ。きっちり償って落とし前つけやがれ。くたばっていいのは、てめえのしたことがどんだけ重いか、骨身で分かった後だ！で、こんなくだらねえやつに。警察。え？何ぼさっとしてんだよ。こういう時の百刀番じゃねえすか。そうだな、花村。足立さん、嬉しそうだったね。まあ、これで俺らの役目も終わりってことかな。けどさ、目立ちたいだけなんてあんまりだよ。あ、いや、意味があればいいってことじゃなくて。分かってるよ、心配すんな。終わったね、全部。あとは警察に任せよ。これでクマの世界も平和クマね。うん、よかったね。ほんと、いろんなことあったけど。逆なんとかね。だから、どこまで粘着なの。え？あ、逆なん？いいの知らなくて。カンジ君もサウナのこと忘れてほしいでしょ。う、そりゃ。なんかずるい。私もみんなの見たかった。そっか、俺らだけか、全員分見たの。ねえ、花村のってどんなんだった？そろそろ時効でしょ？教えてよ。まあいいじゃん。って、そういえばお前の時、何もなかったんだよな。へえ。本当かな。やっぱり先輩は特別な人。さすが先生。けどリーダーって呼ぶの考えてみりゃしまいなんすかね。そっか、なんかちょっと寂しいね。ねえ、打ち上げしよう。ドラマの撮影とかだと必ずやるよ。楽しいし、終わった
って実感できると思う。ああ、打ち上げね。いいかも。いっちょパーっとやっとく。はいはいはい。クマ、ゆきちゃんのお家行きたい。宴会、お座敷、温泉、浴衣、芸者、浮上も。そっか、先輩んち温泉旅館か。あ、天城先輩も入ってる。温泉？口に出すなって、変態っぽいから。あ、楽しそうだけど、今日はちょっと無理かな。あー、夏休みでシーズン中だもんね。お部屋いっぱいか。ダメ、クマか。今度ね、約束。あ、じゃあさ、代わりにお前んちとかどうよ。あ、でもおじさんに何の打ち上げって聞かれたらやりづらいか。じゃあ決まり、ななこちゃんも入れてさ。そっか、おじさん刑事さんなら今日とか帰れないかもね。ななこちゃん、お腹空かせてないかな。じゃあみんなで何か作るのはどう？へえ、先輩たちお料理得意なの？まあそれなりに。何を言っているんだこの人たちは。林間学校の時の記憶をどこへ置いてきたんだよ。あの時はたまたまだって言ったでしょ。そうだよ、材料を少し間違っただけ。頼むよ、やめろって。これ以上心に傷を負わせないでくれ。ねえ、私も料理得意だよ。先輩に作ってあげたいな。じゃじゃーん、クマいいこと思いつきました。料理対決でモキュモキューの巻きみたいな。つか料理対決だ。ますます嫌な予感すんな。お面白そうじゃん。私が勝っちゃうけど、イベントの絵的にそれでいいの？頼む、お前も作れ。お前に一筋の希望を感じる。じゃあ君が男子代表、ななこちゃんが審査員ってことで。俺も味見役ならできるぜ。クマも味見役ならできるぜ。大変おいしゅうございましたって言うんでしょ。ぬぅ、燃えてきたぜ。よし、早速下の食品売り場へ出発じゃ。はい、堂島です。あ、お兄ちゃん。うん、今日も遅いって。え、ご飯？お兄ちゃんたちが？ななこちゃんに何が食べたいか聞いて。食べたいもの？何でもいい。遠慮してるんだよ、もっと聞いてみて。オムライス、オムライスがいい。うん、じゃあ待ってる。オムライスね、いいチョイスだ、ななこちゃん。さすがにそんくらい無難なら食べられない物体にはならなそうだ。あれ、どうした？別に。じゃあ食材取ってくるから。全員オムライスなのになぜ別々の売り場へ散っていくんだ。こりゃお前に全力で協力しないとな。欲しい材料取ってきてやれよ。行ってみ。
構あぐら。さすが見逃さないね先輩。スペシャルなオムライスって言ったら極めつけはこれでしょ。先輩たちにも食べさせてあげる。そうだ、あーしてあげちゃおうかな。前に先輩たち、とても言葉では表せないようなひどいもの食べさせられたって聞いたから。あれはひどかった。かわいそうに、一体誰がそんなひどいものを。く藤川さん、調子に乗ってられんのも今のうちですことよ。一撃で仕留める。おーおお、早速セメント前みたいな空気になってるっすね。ちょっと、それお酒は？あ、やべ。あれ、そういえばクマくんは？ねえねえ、お姉さん、これ食べていいものなの？まあいいのよ、好きなだけ食べちゃって。お姉さん優しいな。これももう焼けたよね。こっちも焼けたわよ。あら、もっと食べたいの？あ、じゃあこっちの商品も開けちゃおうかしら。お姉さん美人だね。うまー、ダメよ、私息子もいるんだから。食べてみたいんだこのお肉。お姉さんに焼いてほしいんだ。怒られちゃうわ、無理だって。あいつ死めっぞ。本当だ、打ち上げすると実感するや。事件ついに終わったんだ。ねえねえ、すごいよね、本物のリセちゃんだよ。クマ、そろそろあっちに帰らないといけないな。どこかに帰っちゃうの？うん、もう約束が済んだからね。約束か。じゃあ、ナナコと約束したら帰らなくていいの？ナナちゃんと約束？遊んでもらう約束。ダメ？クマは先生たちに約束を果たしてもらったよね。だからもうあっちに帰らなきゃ。でも約束は約束だし、破ったら良くないし。先生、ナナちゃんと約束、遊ぶ約束確かにした。クマ帰らなくて本当にいいのかな？クマの方からじゃなくて、ナナちゃんの方から約束、とってもとっても嬉しい。ありがとう。陽介、クマ、新しい約束ができたから、もう少しジュネスでお世話になりたい。お願いできますか、お代官。はぁ、バッカだな、当たり前だろ。勝手に職場放棄すんな。だいたいお前がいなくなったら。できたー。はい、邪魔邪魔先輩。
ないって。どうぞ召し上がれ。まあ待て、いきなりナナコちゃんに食べてもらうってのはそのいかがなもんかな。こっち見んな。ああ、毒味役ってことっすか。毒味ってひどい。じゃあ私のはまず花村先輩食べてみて、絶対美味しいんだから。俺が一番でいいのか。いや実は何気に期待してんだよ。そうじゃなくたってリセッチ手作りの料理食べるとか普通絶対ない体験だろ。じゃあいただきます。これはナナコちゃんにはやれないな。やった、美味しくて独り占め宣言。次、私のね。味見は、んじゃ、俺っすね。おい、そんな無防備に。ちょっと、何か言ってよ。いや、その、なんつんだ、不毛な味っていうか。不毛？不毛って、味に使わないでしょ。美味しいの。どうなの？美味しくはないっすね。なんかこう、おふを生でかじったみてえな。こんだけいろいろ入ってて全く味がしねえって、ある意味才能じゃねえっすか？繊細な味がわからないだけよ。おいしいよ。ななこちゃん。じゃあ次は私ので。緊張するな。けど絶対うまいと思う。今度こそ。クマがいただきます。どう？うわ、まずい。陽介たちも食べるクマよ、ほれ。自分でまずいっつっといて、お前。ああ、なるほど。いやほら、でもさ、前のカレーに比べたら格段の進歩じゃん。普通にまずいってのが一番きついから。しかも慰められた。これも美味しいよ、ナナコちゃん。まあ、本当だ、普通にまずいこれ。リセちゃんの食べてみなよ。絶対私のが美味しいんだから。先輩？一撃だ。ま、天城や里中のもうまくはなかったけどさ、ぶっ倒れはしないかな。子供にはわからない味なんだもん。大人の味なんだもん。先輩たちがお子様なんだもん。私辛いけど美味しいよ、ナナコちゃん。ねえ、そうだよね。ナナコちゃんが一番大人。うわ、嘘泣き来た。そういや、
先輩も作ってたっすよね。お兄ちゃんの、いただきます。うん、美味しいよ。ななこちゃん、お腹いっぱいになった？俺らは減ってるけどな。なら食べる？台所に残ってるよ、普通にまずいのが。ところでさ、提案があるんだけど、今度お祭りあるだろ、商店街のさ、あれみんなで行かないか？あ、賛成。うほー、ひょっとして浴衣くまか？お祭り、ななこちゃんも一緒にさ。一緒にいいの？本当？はい、決まりだな。出店で買うと大したもんじゃなくてもうまいんすよね。また、ふう、今度はまともなもんにありつけそうだぜ。